皆さんこんにちは。よいしょ。今日も皆様にキャンメイクの商品を紹介したくて今日動画作りました。こちらはもちろんキャンメイクのものなんですけれども、こちらはマシュマロフィニッシュファンデーションというパウダーファンデーションになります。以前の動画で3つか4つぐらい前になるんだけど、その時にもキャンメイク縛り動画を撮って、その時に動画の中でアメリカではパウダーだけでファンデーションを済まされる方は少ないんですけれども、日本人の方のこう YouTube のメイクの動画とか見ているとこうパウダーを使われる方が個人的には多いなっていうふうに思っていたので、パウダーファンデーション派の方が多いのかなと思って、皆さんに聞いたんですけれども、そこで皆様が、パウダリーファンデーションを大好きな理由をいつか僕も分かる日がもう来ないかと、もう神様にお祈りしていたらついに来たんですよ。ありがとうデンデン。そのパウダーファンデーションがまたキャンメイクなんですよ。先日僕はこれで一番いい使い方を発見したので、ぜひこの動画でパウダリーも僕みたいに好きになってもらえたらいいなと思うので、早速始めていきましょう。いつもはスタジオ使わない僕なんですけれども、今日はちょっと変えて今日はこちらのシャネルのレブランの、下地を使っていきます。この商品の役割はもう化粧下地っていうよりも、僕はどっちかというと日焼け止めっていう感じで使っています。オイルコントロールの効果は別にそれ用に作られたものじゃないんですけど、なんでか僕のオイルコントロールもなんかよくしてくれてて、トーンアップ効果もあるのでお肌を白くしたい方にもおすすめです。そしてファンデーションを始める前に、パウダーだけど隠れないだろうなと思う目の下のクマとかニキビとかを、コンシーラー使って隠してから、パウダーファンデーションをのせます。僕はですね、ここら辺に、結構ニキビが結構ひどくあるので、そこを、ザーセムのコンシーラー使って隠していきます。ここに結構何個か大きいのがあるので、こうやってザーセムのコンシーラー使うの結構久しぶりなんですけども、その使う理由が、ザーセムのコンシーラーは結構ドライなコンシーラーなので、密着度が結構高いんですね。だからこの後でブラシを使ってパウダーファンデーションをのせていくんですけど、その時に剥がれにくいコンシーラーを使っていきます。はい、これで準備完了です。ついにパウダーファンデーションしていきましょう。僕が日本人の女の子のメイクとか、こうちょっと顔をちょっとどんなイメージかなって想像した時に、やっぱりこうふわっとしてて、キャンメイクのキャッチフレーズじゃないけどマシュマロみたいなお肌とか、なんとなくね、こう桃の皮、なんかちょっとふわふわっとして、こう優しいふわっとした感じがしますよね。それがなんとなく僕の日本人の女の子の お肌という僕の勝手な想像ですけど、イメージが強くあります。今まであのお肌って一体そのどうやったら手に入れることができるんだろうと思って、僕みたいなお肌にはあのお肌を手に入れることは不可能なのかなと思っていた時に、この子がお仕事してくれるんですよ。大抵の場合パウダーファンデーションの使い方っていう動画を検索すると、ほぼ必ずって言っていいほど皆さんこの付属のパフを取られて、パフの、角にパウダーファンデーションを取って、スライドするとか、あとはあの毛穴に沿ってこうやっていろんな方向にこう毛穴を埋めていく感じでこのパフを使うっていう風におっしゃれるんですけれども、絶対に僕の肌でこうパフでのせるとムラになるし、全然伸びも良くないし、もうとにかくもう重たい感じで全然こうふわっとした仕上がりにならなかったんですね。そんな中ある日突然、こうやってパウダーブラシでのせたらどうなるんだろうって、もう一時もう本当神様の声だったんですよ。もうデンデンの声だったんですよ。がこれで使ってみてっていう声がして、使ってみたところ、一気に願いが全て叶ったんです。使い方は本当に簡単です。これからもうパウダーブラシを取って、普通に粉を取る感じで、もう円を描くように頬を絡めていきます。これもいろんな方向から、毛穴に押し込めるように、僕もこう円を描くだけじゃなくて、こうちょっと縦にしたり横にしたりとか、回す方向を変えたりとか、いろいろやってます。そしてこの時にもう広い一面、ここ頬全部一気にやろうとするんじゃなくて、特に赤みの多い部分的から、こうやって、あ、ここが赤みが多いなと思ったらここから始めて、で外側にどんどんこう広げていくという感じでなじませていきます。こっち半分に塗りました。比較するためにもちょっとズームアップします。もちろんこちら側がまだファンデーションも何も塗っていない僕の素肌なんですけど、残念ながら大きい毛穴とかニキビ跡とか、なんかわけわかんないいろんなものが結構あります。で塗った後はじゃじゃーん、見てください。毛穴も
かなりなくなったし、こうキメを細かくしてくれるのと、こう鼻のところもね結構ね溜まってないんですよ。全然僕ねファンデーションいつもここどこに溜まっちゃうんですけど、結構綺麗にのせてくれてます。ちなみに僕は、こちらの筑豊堂のちょっとお高めのブラシでのせたんですけれども、じゃあこの筑豊堂の顔のお金なんてないよっていう、そんな皆さん覚えててください。皆さんキャンメイクはみんなの味方ですから、キャンメイクさんにもちゃんとブラシがあるんですよ。いい、ちょうどいいね。これは確かチークブラシではなくパウダーブラシだったと思うんですけれども、これも十分いいお仕事をしてくれます。これも同じように取って、一番気になる部分から始めてこう円を描くように、あとはねこうバツ描いたりとか縦にしたり横にしたり、正しくやっていればこう消したい部分とかがみる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 うちにお肌の中に溶けていく感じで、こうどん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 消えていくんですよ。はい、塗り割るとこんな感じになります。どうですか、なんか本当にマシュマロ肌になったでしょ。こうとっても均一になってて、かといってこうもう粉っぽすぎてもうすごいマットになってるわけでもなく、ちゃんとツヤも残ってるし、もう一ついいところがあって、時間が経つば経つほど美しくなっていくんですよ、このパウダーファンデーションは。僕は混合肌なんですけども、オイリー寄りの混合肌なので、僕はこのまんま1日を過ごすと、まあ油とか出てきたりとか汗をかいたりとかでちょうどいい感じのツヤが出るようになります。でもし、お肌がドライだったり、極度にこうちょっと乾燥しているという方は、この上からミストをかけてあげるとちょうどいいんじゃないかなと思います。パウダーファンデーションのレビューだけだとちょっとつまんないので、ついでにメイクもしていこうと思います。これちょっとまっすぐ眉毛を風にしていきたいので、まずどうやったら一番綺麗なまっすぐ眉毛の錯覚を作れるかというと、眉毛のこの上のラインをまずこうパウダーを使ってまっすぐの線を作ってあげて、であとはもう簡単に、もうみんなそれぞれの眉毛ちょっと違うんですけれども、こう足りない部分に足してあげると自然にこうまっすぐな眉毛になると思います。で今日のアイメイクアップなんですけど、もう最近でもないけど、うちの Mac でこういうのを発売したんですけれども、めっちゃ可愛くて、ちょっとこれこんなんを使ってみた、ちょっとグリーン風のなんとなく韓流っぽいメイクをしていきたいなっていう風に思ってます。ベースはなんだかんだで気に入ってるこちらのキャンメイクのやつ使っていきます。まずこの寒色の茶色を取っていきます。まずこうスタンプするような感じでアイシャドウを置いてから、外側に力を抜きながらこうアイシャドウを外側にこう引っ張っていきます。下を見てる状態でこう目玉の形に沿ってシャドウ入れてあげると、こう目開けた状態でもアイシャドウが見えるようになります。次にこの柿色、ちょっと濃い抹茶色みたいなんですけれども、これにとってこれも同じ箇所にのせていくんですけれども、さっきの茶色より上に行かないようにのせていきます。この動画見てるうちにだんだんみんな分かってくると思うんですけども、どうですか、どんどんこうお肌にツヤも出てきたでしょ、どんどん。これは時間が経てば経つほど本当どんどん綺麗になっていくんですよ、このファンデーション。下のラッシュラインは結局同じ色を使って真ん中だけ置いて黒くしていくんですけれども、またさらにちょっと黒くしていくためにこの色を取っていきます。これもねブラシをねじ込むだけでいいんですよ。このここで真ん中に開けといたところにこちらの MAC のアイシャドウをのせていきます。開けといた部分の真ん中に集中して左右にぼかしていきます。でも密度は真ん中に集中してください。黒目の当たるこう中心に置いてから、どれだけの高さに持ってくるかというと、この目玉の割る高さまで持っていきます。でここまでまた力抜きながら上に持っていって、目を開けた状態でも見えるようになります。アメリカに TJ Maxx って言って、なんか古いメイクアップとか人気なくなったメイクアップを安くでなんか買えるところがあるんですけれども、そこでこのスティーラーのやつは買えたんですよ。なんか一時リサちゃんが使って日本でも有名になったかなと思うんですけれども、要するに液体状のこうラメがこれに入ってて、もう塗るだけで終わるみたいなやつなんですけれども、今まで僕使ったことないので、使ってみたいと思います。もう、この中心だけ、おお、思ったよりすごかった。なんか日記トゥトリオルズになった気分ですね。おお、
すげえ。むっちゃキラキラやん。かわいい。はい、ちょっと全部引き締めていくためにも粘膜に黒入れていきます。最近ずっと使ってて、動画にもう紹介したくて紹介したくてしょうがなかったんだけど、動画撮るチャンスとかなかったから遅くなっちゃったんだけど、うちのお母さんが見つけたこのスナップマスカラ、メイビリンのマスカラをもうすごくお気に入りで使ってます。今まで僕は顔がオイリーなだけでなく、まぶたもオイリーなので、1日が過ぎていくうちにマスカラなんかしていたら、もう1時間は経たないうちに、もう10分って言っても大げさじゃないくらい、もうマスカラつけた瞬間にもうそこら中にもう真っ黒になって、もうパンダ状態になってるんですけれども、これはもう魔法魔法って言っていいくらい、なんかびっくりするくらい、なんでかな、にじまないんですよ。にじまないし、お湯で簡単にポロッと取れるし、極端にこうただぐんぐん伸びるだけとか、もうダマになるとか、そういうのもなくて、なんかわかんないんですけど、うちのお母さんがこのマスカラでなんか感じるものがあるって言って買っていって、うちのお母さんがすごい好きで、リキも試してみてって言って貸してくれたんですけど、その後使ってみてすごくお気に入りで自分の分も買っちゃいました。これアメリカでは珍しくて、ちょっとおしゃれな色なんですよ。ブラックチェリーという色になってますね。ただの黒とかじゃなくて、見た感じでも動画では伝わらないと思うんですけども、ちょっと紫がかかったようなこう濃いチェリーの色。これはカールも落ちないので本当におすすめです。次はシェーディングしていくんですけれども、かなりの寒色の茶色を使ってシェーディングしていきます。もう一つこのキャンメイクのパウダーファンデーションのいいところは、全部がベースがパウダーなだけに、さらにこの上にパウダーをのせると、とっても馴染みやすくなります。ヒットとかクリーム状のものの上に、パウダーを馴染ませようとすると、その濡れた部分にこうパウダーがひっついて、なかなかうまく馴染んでくれなかったりとかするんですけど、パウダーの上にパウダーだとすごく綺麗に馴染んでくれるので、インパクトはもう目だけで十分なので、シェーディングは少しにしておいて、シェーディングパウダー、キャンメイクの3番もちろん少しのせていきます。これも立体感を出すためなんですけれども、シェーディングパウダーほど寒色でグレーじゃないので、そこまできつくならないというか、もちろん全部馴染むようにヘアラインにも持ってきます。夏に入っただけに、少しこう日焼けメイクというか、ちょっと日焼けしたい方もいると思うんですよ。でそこでもちろんメイクを使って簡単にその効果を出せます。ブロンザーの使いすぎによって、顔のが色がこうドメドメとしてしまう傾向があるんですよね。ちょっとでも使いすぎるとすぐになってしまいます。昔から結構好きな僕のテクニックが、チークに、少し茶色の入ったものを選ぶと、ブロンザーとしても使えるけど、チークとしても使えるという感じで、ちょうどいい日焼け効果が出ます。で、最近見つけた、このスックのやつなんですけれども、スックのピュアカラーブラッシュの香彩ってやつなんですけれども、こんな感じの色で、これを全部混ぜてもらうと、発色はすごく強いので、ちょっと気をつけてください。で、これちょっとのせてあげると、色を足してくれつつ、ちょっと立体感も足してくれるという、すごくちょうどいい色なんですよ。いわゆるちょっと外に行って日焼けしてきましたっていう感覚、まさにこうやって今見てるとあれなんですけど、どん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 見ていくうちに僕のお肌が綺麗になっていくんですよ。それは僕のここ結構暑いんですよね。このライトもあったりとかして、で汗とか出てくるんですけれども、そうするこうこの汗とか油が混じって、やっとこのちょっと粉っぽかったやつが全部お肌っぽくなっていきます。そして最後にリップ。僕メイビーの口紅が大好きなんですよ。超簡単に塗れるというか、もち目がめっちゃ濃いので、口紅はちょっとヌード系にしておきます。もうすごい発色もいいし、こう口紅のせた時にこう乗せてる感が全くないんですよね。メイビリンの口紅はとってもおすすめです。大好きです。どの色も絶妙になんか趣味のいい色をしているので、ぜひ日本にまたチェックしてみてください。でもちろん僕はグロスは大好きなので、最近うちがねアラジンとコラボしたんですよ。で噂によると日本に発売されないとか、なんかとっても残念なんですけれども、ほぼアラジンのコレクションはゲットしたので、このアラジンのシリーズの動画見たいという方はぜひ教えてください。これはね、ジェニファー・ロペズのメイクアップアーティストの方がいてて、すごく好きだったんですけれども、この唇の中心にのせて、
おお、超綺麗。外側に向かってこうやって弾き出すように塗るといいって言ってました。こうやって輪郭に沿ってこうグッて塗るんじゃなくて、外側にこうやって弾くように塗ると真ん中に真ん中にグロスが集中して外側はあまりつきすぎずに、光を中心に抑えることができるって言ってて、なんていいテクニックなんだと思いましたね。だから上も真ん中に乗せて、リップラインの方に向けてこうやって押し出す感じ。これうちのグロスの中でもトップに入るくらい好きかもしれない。いやこれすごいパーマネントの下に欲しい。これ限定品なのが残念ですね。はい、メイク完成しました。こんな感じでちょっと目に緑で唇にピンクっていう感じで、なんかとてもめっちゃセクシーな気分です。すべて終わったところで、肝心のファンデーションなんですけれども、このファンデーションをのせてから、1時間もしないうちなんですけれども、多分45分くらい。今までで一番お肌綺麗に見えます。パウダーをのせてる感じに見えないというか、どっちかというと、自然にもう多くの肌がこういう風に綺麗なのかなっていう感じの錯覚を作ってくれます。再びお見せするためにズームインします。はい、先ほど、ズームインした時と比べて、まあ、もちろんメイクのっかってるので雰囲気は違うと思いますけれども、こう粉っぽさ、こう乾燥してる感がないなっていうのが分かっていただければなと思うんですけれども、なんか本当にとっても綺麗な仕上がりで感激です。メイクアップアーティストとしてもうパウダーファンデーションのありがたさをぜひいつか分かる日が来てほしいなと思っていたので、またもう今回も、キャンメイクさんに救われました。今までパウダーファンデーションは苦手と思っていた方はぜひこのキャンメイクのマシュマロフィニッシュファンデーションをブラシを使って、使ってみてください。今日の動画はこれで終わりたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。次の動画で会おうね。バイバーイ。